情報、マクドナルド、完全にスタバを倒しに来る新商品を発売、わらわら。金額次第でごっそり行かれそうですが、ごめんなさい、スタバに若手ても、私はミニストップのハロハロが一番最強と思っています。なんかね、アメリカのね、ミュージシャン、デミー・ロバートっていうね、お姉ちゃんがいるんだけど、なんか、ブチ引いてるらしいのよ。異星人を意味するエイリアンっていうね、呼び名はね、侮辱的なんだって。で、私は ET って呼んでんだって。でもこれさ、宇宙人からしたら ET が侮辱的だったらどうするのかしら。いや、中指立てられますよ、宇宙人にね。エイリアなんてもうほんと失礼だわって。でも ET ってね、言うべきだってね。なんかもう、なんか自分発信でね、今アメリカでね、まあ確かにっていう人もいるらしいね。行かれてんじゃん。いやー、行かれてますよ。さすがアメリカ、一部どころじゃなくて、賛同してる人もいるって言うんだからさ。やっぱり、なんていうのかな、ぶっ飛んだ国だわよね。ノルウェー南部にある、クリスチャンサン動物園ってところがあるらしいんだけど、ここでね、体験型ホラーアトラクション、恐怖の日っていうね、まあそういうのがあるらしいんだけど、やばいらしいのよ。あのね、8歳以上から楽しめる、なんかキッズ向けの、まあそれのね、アトラクションで、あの、ゴーストトレインっていうなんかお化けの乗り物みたいに乗ってね、森を駆け抜けていくんだけど、うん、やりすぎ。これはどうやもたの。あ、これはやし。限度って知りなさいよ。うん、これは限度。知りなさいよ。これはちょっとやりすぎ。日本だったらめちゃくちゃも、だって、これキッズ向けのアトラクションなんでしょ。これは怒られるわ。保護者から。避難ここらしいよ。当たり前よ、これ。もうなんかね、夜中をなされたり、もう泣き叫ぶ子が直視したり。いやー、ちょっと。あ、そういえばね、ダイソーがね、ネットストアをね、全国展開するんだって。もうスタートしてるらしいんだけど、1万1000円以上で、送料無料に。え？ちょっと待って、ダイソーで1万円使う人っていんの？おばあちゃん見たことないんだけど。え、なに？ 1 万1000円じゃないと送料かかると。じゃあ近所のダイソーで買った方がいいんじゃない？あ、逆に？ヒカルとかやれそうね。うん、このニュース知った瞬間に、ヒカルとかやれそう。いやでも、1万1000円分って、ねえ、何買うの？スルメ？いや、誰保存効くでしょ？10年分ぐらいになるのかしら。あとおばちゃん、1万1000円分でダイソーでなんか買うって言っても、思い当たる、あ、ふがしとか？あと何？コンソメスープ？ちょっと、途中で2、3年分で嫌いになっちゃうと思う。同じものばっか食べてたら。でしょ？いや、ダイソーで1万1000円分。ちょっとおばちゃん、想像つかないかな？今ね、中国の屋台でお寿司がね、大人気になるんだって。寿司の屋台でね、さすがに生はないらしいんだけど、なんかよくわかんない、プルプルしたタレがかかってんのとか、あとこれカニカマ、あとコーンマヨ、あとなんでイクラだけど、これだって生じゃないんでしょ、みんな。イクラみたいなものと、あとネギもっさりと。これ、何、あの、
ポテトを揚げたやつ、よくあの中度である、あと甘子っぽいのとか、なんかごめんなさいね、これじゃない、ごめんなさい、おぱちー、あらラビちゃんどうしたの。南北戦争時代に実は恐竜がいたかもしれないっていう噂、ばちゃん知ってる？南北戦争時代に恐竜？あ、これは、そうでしょ。いくらおばちゃんでも、これはわかるでしょ。あのね、一人だけ、こんな斜めに帽子かぶってるなんて、自分がイケてるとね、勘違いしてる男なのよ、こいつ。え？おばちゃんさ、もう、目の前だよ。おばちゃんのね、学生時代もいたのよ、帽子こうやって斜めにかぶって。そして遠くを見つめて、今朝っぽくしてるやつね、クラスに一人だね、いたのよ。え？お前、スネ夫みたいなやつなのに何気づらってんのってね、女子の間でね、噂になってたんだからね。おい、ババア、目の前。そういうやつに限ってね、女子の前、通りかかるときわざとね、足のスピードをね、ゆっくり慣れないよ。見せたいのに、貴様スネ夫じゃんっていう。おい、ババ。授業中なんか、どうしたら上がってくれるんだろう。あなたなんで、ちょっと眺めてね。何言ってんのって、おばちゃんずっと思ってたのよ。そういえば、ラビちゃん、このニュース知ってるかしら。先日の、鏡よ。2014年に住民投票でね、可決されたね、サンフランシスコのね、法案があるんだけど、950ドル以下の、例えば窃盗はね、罪がね、軽くて、万が一逮捕されても、即ね、釈放が多いんだって。だからね、もうこんな状態らしくて、お店も、店員の人に怪我しないようにってね、もうもしこういうことがあっても、介入しないようにってね、指示してんだって。だから取られたい放題で、で、通報しても警察動かないし、もう、取られ放題天国らしいわよ。だからね、企業も閉店したりね、撤退してって、サンフランシスコ？えげつないことになっとるんや。なにこれ？自転車に乗ってたら、お店出るの大変じゃん。ちげえよ、ガキ。ちげえよ。そこじゃねえよ。だって出るとき一番もたちげえよ。そこ見んじゃねえよ、ガキ。もうね、こんな状況だから、日本で言うさ、コンビニなんかやってられないでしょ？で、洋服屋さんとかもやってられないでしょ？ドコモとか au ショップとかもそういうところもね、とにかく、もう、お店としてね、もうやって、だって、すぐ出てきちゃうんだもん、捕まっても。おかしな法律よね。じゃあ、変えればいいじゃん。そうね、うまくはいかないのよ。あそこすぐ出れんじゃんって、悪い奴がいっぱい住んでるから、怖ん？撤廃するのに、また住民投票しなきゃいけないんだけど、だって悪い奴らばっかりなんだもん。みんなそれ、撤廃やん？賛同しないでしょ？まともな人もどんどん出てっちゃってんだから。何もできないんで、もう、あれだけはやった方がいいと思う。あれだけ？誰かが物撮った時にカメラとかでその映像映ってたらスピーカーでデデーンアウトって大晦日のダウンタウンのあの罰ゲームみたいに、いやだ確かにあのドキッとはするわよね。もちろんハマちゃんのアウトっていう声もね少なくダメよ。ほう、どこも、リブアイ成長の特別フィギュア購入券が当たります。出来がひどすぎて炎上。皆さん、地味編という漫画を画像検索してください。もうこれ地味編です。
ビビッとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市議クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。